でも僕の中でベースになってるのはヤクルトなんです。正直あの野村監督に僕もあのミーティング参加したいなって思ってたぐらいなんで、うまかったですもん。だってあの新谷さんとか土橋さんとかいやらしいんですよ。ランナー一塁にいる時のバッティングが、まあランナーが走るケースで新谷さん土橋さんとかバッターボックス立ってます。でランナー走ります、カーンってファールになるんです。でファールになった時ってもう走ってるからどっちかが入ってるじゃないですか、うん、ショートの僕はビッて入ってるのを確認します。で守備位置も確認します。あ、まあ、もう一回ショートが入るなって、まあそれまでは向こうに打つふりしてるんですよ。打つ、あ、右に打つふりしてファール打ってるんだけど、あ、ショートが入るとみんなやもう普通に次引っ張ってきますから、左右間狙って。テオリーだったらランナー一塁だったらもう右方向なんですよ。ランナーの背中に打ちなさいっていう一二塁間狙って場合